こんばんは、作曲家のコオロギです。僕は音楽の専門学校を卒業して、そこから音楽のプロを目指して10年間音楽とは全く関係のない職種のアルバイトをしながら音楽活動をしていたんですけれども、とあることに気づいてから音楽だけで食えるようになるまで、プロになるまでが早かったです。それを意識しだしてから 2,3 年で音楽だけで食えるようになりました。というわけで、今回はアルバイトや会社員がフリーランスとして活動できるようになるためのコツをお話ししていこうと思います。で、まあそれを実際にやったのは10年前くらいなんですけれども、今でも十分通用する考え方だと思いますし、現在も僕はそのやり方をやってます。才能とか偶然性に依存しすぎない堅実な方法だと思っています。というわけで行ってみましょう。早速なんですけれども、そのコツは一つだけです。ひたすらウェブ上にストックを積み上げるっていうことだけです。ここで言うストックとは、自分自身が動かなくても自動で動いてくれる、働いてくれるものという意味です。ストックになるものはコンテンツ、認知、信頼、実績、数字です。これをひたすらウェブ上に積み上げていきます。で、僕が10年前にやったことは、フリー BGM を配ったりブログを書いたりということをやりました。それでコンテンツの数を増やして、それがよく見られたら広告収入も増えるし、認知も増えると。活動の記録を残したりとか、自分の考えを残すことで信頼性も上がると。それで仕事も来始めて、実績も積まれていくという形です。それが全部うまく回っていくという流れでプロになりました。今だったらストリーミングのサービスで音楽を配信したり、 YouTube をやったり、ブログやノートをやったり、オーディオストックで BGM を販売したり、ブースでデータを売ったり。僕がプロになった10年前よりもストックできるサービスの選択肢も増えてるし、お金を得る手段も増えてます。ただ今は選択肢も多いけど、プレイヤーも多いし、コンテンツ自体も飽和してるっていう感じですね。で、そのウェブ上に貯めていくストックの逆の概念として、フローっていうのがあります。フローのことっていうのは、アーカイブのない活動とか、時給で働くとか、そういうことですね。例えばアーカイブの残らない生放送とか、外に出る現場の仕事とか、単価での請負仕事とか、そういったフローの活動っていうのはやりすぎないようにした方がいいです。フローの活動っていうのはほとんどウェブ上に溜まっていかないので、自分が活動できなくなった時とか、その辞めた瞬間に収入も少なくなるし、急激に自分の存在感が薄れていきます。そういう点で僕は生放送っていうのは基本やらないようにしてます。もちろんこのリアルタイムの喋りがめちゃくちゃ苦手っていうのはあるんですけど、アーカイブが残らないと活動の効果が低いし、アーカイブが残ってても生放送って後からはあんまり見られないんですよね。なのでライブ配信って活動してるその瞬間しか効果がないコンテンツなんですよね。なのでライブ配信をやらずに、きちんと作り込んだ動画にして、数年後その動画を見てもためになる動画だなと思われるようなものを作るように心がけてます。文章についても何かが安くなったとか、そういった速報的なことは書きません。後から見てためになるなみたいな、ストック性っていうのをすごく大事にしてます。コンテンツのストック性が高ければ高いほど、後になっても見てもらえるので、一度数字とか収益が上がった時に下がりにくいんですよね。なので同じようなプラットフォームのコンテンツ、動画とかでも、賞味期限が長いものはストックのコンテンツで、賞味期限が短いものはフローのコンテンツというふうに言うこともできます。で、アルバイトや会社員の人にストックがおすすめな理由が2つあるんですね。1つ目は、専業でやってる人に比べて活動時間が短いからっていうのと、2つ目はストックなしでフリーランスになった場合、苦しくなっていくリスクが高いっていうことですね。まず1つ目、アルバイトや会社員の人は専業でやっている人に比べて活動時間が短いっていうことですね。専業で音楽をやってるんだったら一日中活動してコンテンツ出せるんですけど、他の仕事をやってたら専業の人より使える時間が少ないんですね。だから生み出せるものが少なくなってしまう。それがフローの活動だったら、自分が稼働している時間、アルバイトとか会社の残りの少ない時間でしか活動できないんですよね。でもストックを作っておけば、自分が他の仕事をしている間に自分の代わりに働いてくれます。 YouTube だったら何もしなくても再生数が回るし、ブログも何もしなくても訪問者が来て見てもらえる、オーディオストックも登録すれば何もしなくても売れていきます。自分の分身を作って代わりに働かせておくという感じですね。で、2つ目はストックなしでフリーランスになった場合、苦しくなっていくリスクが高いんですよね。フローの仕事だけでフリーランスを始めちゃうと、フリーランスって普段から請負いの仕事の収入が安定しないんですよね。さらに最近のような新型コロナみたいな仕事に大きく影響するものが出てきたりすると、一気に収入が落ちていきます。で、その収入を安定させるためにもストックの収入を持っておきたいっていうことです。でもストックってすぐには稼げないんですよね。このコストと時間をかけて作っても1年2年続けてやっと成
成果が出てくるっていう感じのものなので、収入が落ちてきてすぐお金が入る仕事をしなきゃいけない時に、稼げるまでに時間がかかるストックのものは作りにくいんですよ。アルバイトとか会社員って安定した収入があるじゃないですか。なので安定した収入を得ているうちに、最初の方は稼げないけど長期間効果があるっていうストックのものを作っておいた方がいいです。それでフリーランスになった時に、今すぐお金が入るフローの収入と長期的にお金が入り続けるストックの収入っていうのを両輪で回していけると、バランスがよく収入が安定します。というわけで今回はアルバイト、会社員からフリーランスになるためのたった一つのコツというお話でした。今やっていることはフローのことなのかストックのことなのかというのを考えながら活動してみてください。今回紹介したストックとフローの概念をもうちょっとよく理解したいなという方は、田畑慎太郎さんが書いているメディアメーカーズという本がおすすめです。概要欄にリンクを貼っておきます。ではまた。